第38回アイブフワールドカップは国際野球連盟が主催する全世界規模の国地域別対抗戦アイブフワールドカップの第38回大会で2009年9月9日から27日まで欧州複数都市で行われた。史上最多の22カ国が参加しアメリカ合衆国が2大会連続でキューバを破り優勝を飾った。日本代表チームについては 第38回アイブフワールドカップ日本代表をキューバ代表チームについては第38回アイブフワールドカップキューバ代表を参照決勝戦の後記念撮影を行うアメリカ代表開催国でシードのオランダとイタリアを除く20カ国を4チームずつ4つのグループに分けて総当たり戦を行い各グループの上位2チームと3位チームのうち成績の 良い順に4チームの計14チチーームムの、計が、第1ラウンドを勝ち抜いた14チームとシードのオランダとイタリアを加えた計16チームを2つのグループに分けて総当たり戦を行い上位4チームが第3ラウンドに進出する第2ラウンドを勝ち抜いた8チームがそれぞれ第2ラウンドで対戦のなかった別のグループのチームと対戦する その成績に、第2ラウンドの成績を加えた計7試合の成績で、順位を決定する。1位のチームが決勝戦に進出し、2位の以下のチームは、それぞれ順位決定戦を行う。グループ A グループ B グループ C グループ D グループ E、グループ F グループ G グループ1グループ2、ありがとうございます。